どうも、パズドラ究極攻略 TV をご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。はい、ですね、数字の方、数値ですね、検証した結果を、発表したいなと思います。私の方が、約1400週。20時間くらいかな。で、1400週でドロップしたプラス卵の数が535個。なので、1週あたりのドロップ率が、約 38% ですね。ただ僕、12時過ぎ、1時過ぎくらいから、ボスで諦めるをしてたんですね。最初の12時間は、ボスまで倒せたんですけど、その途中からやばい、これ周回量足んねえと思って、理事長がボッコボコ落としてたんで、これは諦めろした方がいいんじゃねえと思って、その、プラスの数だけとにかく稼ごうと思うから。そうですね。で、時間効率のみを重視しようと思って、切り替えたんで、多分、その、ボスのプラスが入ってないんですよ。僕の数値には、途中から。なんで、おそらく 40% ぐらいはあるのかなと、40% ちょっとは、おそらくあるのかなと、推測しております。はい。で、理事長の方。はい。僕の方が、593個ということで、約1600周しましたね。約1600周で593個、はい、で、ドロップ率がドロップ率が大体 37% ぐらい。 37% で、理事長は最初からボス無視してたんで、はい、そうですね、あんま期待できないなって、まあ、体感で、まあ、前々から思ってたんで、あとはボックス圧迫がね、僕の場合ボックスの空きがあんまなかったんで、とにかく道中で落ちた、その確実に落ちた周回数だけその、はい、クリアするっていう手法を取ってたんですね、彼は。そうですね。で、おそらくそのボスを完全に無視しているので、まあボスで落ちたであろうプラスも推測すると、おそらく 40% を超えている。なんで、おそらくやっぱり数値的には変わんないですね、上級と中級の、1周あたりのドロップ率というものは、はい、おそらく2、3週に大体3周すれば1個は落ちるなって感覚です。はい。で、なんで、まあ1周あたり、やっぱ30秒前後なので、まあ40秒かかんないけど、で、回していくので、とにかく諦めるをしたらもっと速くなるんですよ。クリアっていうスタートしてクリアまでが大体30数秒なんで、まあそれまで落ちなかったら諦めて、で、とにかく周回数をガツガツ増やすっていう方法をおそらく取った方が、24時間本気で回した場合、最です。まあ、一周あたりとか、まあ、その、パーセンテージは落ちますけど、おそらく、獲得できるプラスの数自体は最大になるのかなと思います。最大というか、限界値に近くなる。時間効率って言ったら、そうなっちゃう。なんで、おそらくそれを実践された方は、おそらく24時間で、少なくとも700個とか、多い方で800個。寝ない人ですね。寝ない人、すやしない人。すやしない人。すやしない人ね。は、おそらくね、そのくらい取れたのではないかと思いますね。はい。はい、でですね、本日はね、ちょっと一人、迷える子羊が来ておりまして、よっ。よっ。もみぽ。もみぽです。どうもどうも。アップバングストア、これね、見えないかもね。照り返しで。照り返しで。アップバングストア池袋の、もう一個じゃん。イザナミ降臨の地獄、はい、超地獄級に、なんか実質濃厚クリアした。実質濃厚でしたね。パズルめっちゃ上手い人だ。そう、第1回パズラジャパンカップで、ベスト4、準決勝。準決勝まで。そうそう、行った人ですね。で、もう一個もやってたんですか、入ってたプラマラ。そうですね、今日プラマラ、ちょっと、まあ、今日でもバイト入ってた。アップバングストア。支えてた。そうですね、支えてたんで。でもちょっとやった感じ、100個ぐらいは落ちた。まあ、大体でも400周とかで100個ぐらいだったかなって感じで。どっち上級マスター？僕は上級を。上級マスター？そうですね、リタイアなしです。ああ。で、それ30%切ってるってくれ？そうなんですよ。すごい落ちなくてですね。僕、もう、ちょっとびっくりするぐらい落ちなくて。まあまあ、やっぱその長時間回して確率っておそらく収束すると思うので、まあ多分その回した正直運が悪かったんだろうなとしか言えないよ ね、はい、結構そういう時あるよね。もう一個なんかわけわかんない運の悪さ持ってる。そうなんですよ。この間なんだっけ、ゴッドフェスの時に赤ソニアボコボコ引いてて、ああ出してた。
めっちゃ怖っ、え、何こいつ僕持ってないからさ。そうなんですよ、コスケさんと赤ソニア欲しいっていう話をそっちね、してたのに。え、で、結局何体引いたの？あの、27回引いて5体赤ソニア。意味わかんない、すごいな。だからなんか、運がいいのか悪いのかよくわかんない。いや、他のフェス限出てよくねみたいなところある。そうなんですよ。まあ、ちょっと話それちゃったんだけども、はい、まあ、とりあえず、僕と理事長の確率自体は大体 40% 弱で落ち着いてるんですよ。まあ、もみぽはまあちょっと運の悪さから 25% とかそのくらいになっちゃってるんですけど。はい。こんな感じでございます、はい。でですね、本日ちょっとね、今回びっくりしたのがコメントの数。あ、多かったですね。たくさんの、応援のメッセージとかが来ていて、それ読んで、ね、僕たちやってました。すごい励みになったな。よかったです。本当にありがとうございます。温かいお言葉。あとはね、いろんな冗談のコメントとかね、いろいろあって。部活頑張るようになりました。高校でみたいな。あと、ほんと、これ見て笑顔になって元気になりました。明日の野球の試合頑張ります。ほんとです。全部読んでました。はい。そうですね。あとは、なんだろう。プラマラをさ、こういう、まあ、もう一個もそうなんで聞きたいんだけど、長時間マラソンする、周回する上でのコツとかありますか？一人一人。なんか、心がけること。なんか、その、始める前はこれをやって、なんかこんなの食べたりとかしてる。あ、そうですね。やっぱ始まる前とかは、その、無料を買う引きこもるために引きこもるためにもう長時間引きこもるためにとりあえずサンドイッチとかこう片手で食べれるもの。そうですね、僕パンが好きなんでやっぱパンは大量にちょっとお菓子とかだとあの手汚れちゃうんで、そうなんです、お菓子だとダメなんですよ。ポテチとかだとなんかポテチとかちょっとダメなんですよ、ね、そう、もみぽが、ここ最近ですね、あのテクニカルダンジョン5倍が来た時にうちに来て12時10ね頑張って最近やってたんですけど、そうパンめっちゃ買ってきてた。そうそう、パンがいいですよ。食料確保ね。パン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 。はい。そういうとこいらないのが出なくて伸び遅れちゃう。はい、ですけどもね、まあ、まあ一人一人それぞれ周回される方はね、まあいろいろ長くやるためにはみたいな。心がけてるコツというかものってきっとあると思うんですよね。まあ、僕そんなないんですよね。ほんと心を無にしてみたいな。ああ、そうですね、コスケさん心が強いからな。ハートがもうむしろないぐらいですからね。ないってなんだよ。あるわあるわ。結構辛い時間結構あるけどね、俺もね、やってて。あ、あとあれ、罰ゲーム。あ、罰ゲーム、うん、何どうします？どうしよう、めっちゃ気持ちいい。プラマラ、プラマラということで、うん、じゃあ、何でしょうかね。旅立ちの塔で、プラスを、まあ、1個でいいんで。あ、旅立ち、そう。1個？プラマラ。あそこ落ちんのそんな。1個を、何周で1個落ちるかを、検証してこいと。検証しましょう。究極公約 TV だから何でもありだと。はい、そうですね。旅立ちの塔のクリア動画とか。全然上がってない。上がるわけねえな。確かに上がってない。多分みんな気になるところかなっていうのが僕の中にあるんで。旅立ちの塔のこう、はい、攻略動画とプラス何周してプラス1個目落ちたかとってやってこいってこと。はい、旅立ちの塔とか1回ぐらいしか行かない、うん、1回しか行かないから、その1回で二度と行きたくないってこと。落ちるのか。そうそう、そのスタートダッシュ、パズドラを今から始める人たち、スタートダッシュ、すごい、あの参考にどれでも、はい、あの敵が弱いからって情けはかけない。あ、キルアップキルアップとかそんなんで本気で飛ばしに行け、大丈夫。アヌビスとかで。ああ、アヌビスで倒すのもいいですね。いや、強いもんな、できない。強いからな、100倍ぐらい出さないと。悪い、すっごい悪いかもしれない。悪そうっすね。悪そうな顔してるから悪いんだから。なんだこれ。あいつに勝てる悪はいない。あいつに勝てる悪はいない。あいつは本物の悪い。
どう、なんだこの動画、検証結果のはずなのに、なんかワルリンの悪さについて語ってるわ。はい、なんですけどね。まあ、可愛いとこもあるけど、あ、もう、ファンも。いや、もう、ね、はい、で、なんですけど、はい、ですね。パート、なんだパート、な、9かなパート9かなおそらくこの動画が。まで、ご付き合い、お付き合いしてる。俺もう眠くてやばい。お付き合いくださった方々、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あと、温かいコメントだったり、していただいた方、ツイッターの方でもたくさんの、応援コメント来ていただき、いただいておりました。はい。本当にありがとうございました。おかげさまで、24時間、頑張ることができました、僕と理事長。今後も何か、こういう企画ができたら、またやろうかなと思いますので、ぜひぜひその、その機会の際はまた、ご視聴の方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。それではバイ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 どうもご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら。スマホの方は動画概要欄のリンクからチャンネル